はい、それじゃあですね、今日はサイトの作り方無料講座の、第5回ですね。はい、5回まで来ましたね。はい、頑張ってやってます。で、一応今日の学習はですね、パスの指定方法に関してなんですけど、いつも通りですね、こちらのウェブサイトの内容と連動したど、あの解説動画になってるんで、もし動画で分かりにくかったら、こちらのウェブページですね、こんな感じで説明がテキストで動画の内容と連動して書かれているので、参考にしてください。で、この動画の詳細欄にこのウェブページの、URL はちゃんと貼っとくので、はい、よろしくお願いします。じゃあ、早速やっていきましょうかね。はい。で、これはちょっと閉じちゃって。はい。で、今日はパスの指定方法なんですけど、今回第5回目の講座ですけど、第3回目の講座で、リンクの貼り方、作り方やったと思うんですよ。A タグ使うやつですね。ちょっと思い出してもらうと、こんな感じで、で、ここのちょんちょんのところに URL を指定すると、リンクが作れるっていうことなんですけど、例えば、Google のページにリンク貼りたいときは、飛ばしたいときは、どうだっけな、Google コムだっけ、こんな感じですね。はい。で、ここに文章を入れると。はい。で、これを、HTML ファイルに記述すると、これを記述すると、Google のサイトにジャンプすることができるわけです。はい。で、ですね、パスっていうのは、URL のことなんですよ、ズバリ。はい。で、この URL の指定方法、今日勉強したいと思います。パスの指定方法っていうことですね。はい。で、このパスには、相対パスと絶対パスっていう2種類のパスがあるんですよ。はい。で、それを今日、概念をですね、ちゃんと理解していってほしいんですけど、で、まず相対パスについて先に説明します。2種類あるパスのうちの相対パスの方ですね。で、例えば、ウェブサイトがこういう構成で作られているとするじゃないですか。はい。index.html っていうこの基軸となるファイルがあって、こんな感じで枝葉分かれしてるっていう、それぞれのファイルが枝葉分かれしてる、こういう構成だとしますよね。はい。で、例えば、この index.html から、この a.html にパスを指定したい場合、つまり、こっからここにリンクを送りたい場合、こっからここにジャンプさせたい場合は、どうやってパスを指定するかっていうと、そうですね、例えばこちらとか、こんな感じですね。これが相対パスでの、指定方法です。ここから index.html から a.html にこうやってジャンプさせるためにはこう書くんですけど、これ相対パスになってます。要するにこのデータディレクトリを飛び越えて a.html にたどり着くっていう感じなんですよ。このディレクトリ、ファイルのことですけどね、ディレクトリを通過してスラッシュ、真ん中にスラッシュを置いて通過して a.html にジャンプするっていう感じですね。はい。で、これが相対パスの書き方です。はい。じゃあですね、ちなみにこの index.html からこっちの c.html、 一番遠いとこですね。で、こっからここにジャンプさせたい場合、相対パスでどうやって記述するかっていうと、それはですね、データ通
で、こういう感じに、はい、なります。まず index.html からこっちにたどり着くまではあのデータディレクトリとデータ2ディレクトリを飛び越えなきゃいけないんで、まずあのデータディレクトリ飛び越えますよね、ここで。ここからここ飛び越えて、で次ここ第2の難関が、はい、データ2ディレクトリ、これですね。これ飛び越えて、やっとこう c.html にたどり着くっていう感じなんですよ。はい。こんな感じですね。はい。これがあの相対パスって言います。相対パス。これよく覚えておいてください。で、逆にですね、逆に、この a.html から、あのこっちにパスを指定したい場合、あのこっちのファイルからこっちにジャンプさせたい場合、どう記述するかっていうと、相対パスでどう記述するかっていうと、こんな感じですね。はい。これあの、フォルダ名、まあ、あの、ディレクトリ名は必要ないんですよ。あの、この、ちょんちょん、点をちょんちょん入れて、スラッシュで index.html っていう形になるんですよね。これです。まあ、要はあの、ここを飛び越える記述がこうなるんですよね。はい。じゃあですよ、このし、あれ、ちょっと待ってください。ちょっと見づらくなっちゃったな。でこの c.html から c.html からこっちのindex.html までにジャンプさせたい場合、こうパスを指定したい場合はどうするかというと、これをもう一回こうやってつけるんですよ。あ、ちょっと場所的に見づらくなっちゃいましたね。ちょっと見えるかな。ちょっとちっちゃく、これはちょっとちっちゃくしますけど、はい、まあ、こんな感じですね。ここの c.html から、index.html にジャンプさせたい場合、相対パスでどうやって記述するかっていうと、ちょんちょんスラッシュ、ちょんちょんスラッシュ、一発目のちょんちょんスラッシュこれ、二発目のちょんちょんスラッシュこれっていう感じなんですよね。はい。こっからこの2つのディレクトリを飛び越えてここに行くっていう感じなんですよね。はい。これがあの相対パスの書き方なんで、まあ、あの要するにどこにでもあの指定方法さえ知ってれば、あの概念さえちゃんと分かっていればどこにでもリンク飛ばすことができるんで、これが相対パスですから、あのよく覚えておいてください。はい。じゃあの相対パスに関しては、以上ですね。で次、2つ目に覚えてもらいたいことが、今度は絶対パスなんですけど、絶対パスってのはどういうことかというと、例えばこのファイルで構成されているウェブサイトの URL が、例えば、そうだな、例えば abc.com とか、まあ、こんな感じ、まあ、このウェブサイト、このウェブサイトの URL が https://abc.com/、まあ、こういう URL だったと、まあ、仮定しますよね。はい。で、さっきと同じように index.html から a.html にパスを指定する場合、絶対パスでパスを指定する場合は、どうやって記述するかっていうと、https でabc.com データ a.html、 こういう感じになりますね。はい。まず、まあ、全体のこう URL を記述して、でその後に、
データディレクトリ、ここの、ここですね。データディレクトリ、スラッシュ入れて記述して、で、今度 a.html ですね。a.html。はい。こういう感じになります。はい。で、逆に、こっから、index.html から、こっちの一番遠いこの c.html に、絶対パスで、指定する場合は、データ2。で、まあ、こんな感じになりますね。まず、データ。これ、データ一発目。一発目のディレクトリ。で、次、二発目のディレクトリがデータ2なんで、スラッシュ入れてデータ2。で、c.html。こうですね。こんな感じになります。はい。まあ、大体、仕組み、分かりましたかね？決まりごと。はい。こんな決まりごとになってます。これが、絶対パスです。で、逆に、絶対パスで逆指定する場合、さっきみたいに、c.html から、index.html に絶対パスでこう指定する場合、ここからここにジャンプさせたい場合、ページをジャンプさせたい場合は、この c.html にどう記述するかっていうと、まあ、これで OK です。はい。ここからここですね。相対パスみたいにちょんちょんは必要なくですね、このドメインの直下にあるのがこのファイルなんで、index.html って書くんですけど、で、この index.html ってこう、インデックスがついてるファイルっていうのは省略できるんで、まあ、これでいい、ちょっと消えちゃったんです。ここに関しては、記述しなくていいんですよ。省略して書いていいんで、インデックスというファイル名に関しては省略が許可されてるんで、こんな感じでいいんですよ。要は、ここの c.html から、こっちの index.html に、ジャンプさせたい場合は、この記述だけで OK っていう形になりますね。はい。いや、例えば c.html から、例えば b.html にするにはどうすればいいかっていうと、なんだっけ、データですよね。こんな感じになります。はい。要はドメインの直下にあるのがこれで、その下にあるファイル、データファイルを指定して、データファイルの中にある b.html っていう感じなんですよね。はい。これが絶対パスの書き方です。絶対パスに関しては、ちょっと相対パスと、概念がちょっと違うので、まあ、いつもこう、なんですかね、上から始まるっていう感じなんですよ。相対パスの場合はこう下からこっちに記述する感じなんですけど、絶対パスの場合はもうこっちが絶対なんですよね。はい。まあ、なんていう説明したらいいかあれなんですけど、絶対こっちから記述、なんて言いますかね、始まってくので、そこはちょっと違うところなんですけど、まあ大体分かったでしょうかね。ちょっと分かんないかったかもしれないですけど、まあ、一応こういった絶対パスと相対パスっていう2つのパスの、記述の仕方があるっていうことを今日覚えといてください。で、相対パスの場合はこういう、まあ、自分のサイト内にあるファイルだったら相対パス使いますけど、他社のサイト、自分ではなくて別の人が運営しているサイトにパスを指定する場合、まあ、リンクを飛ばす場合、ジャンプさせたい場合は、絶対パスのみしか使えないので、まあ、これ分かりますよね、どういうあれか分かると思うんですけど、はい。まあ、相対パスは自分の内部でしか使えないが、絶対パスは外部の時
のみっていう形になりますね。はい。一応大丈夫でしょうかね。はい。まあ、こんな感じです。今日の講座に関しては。はい。で、次の講座もまた、用意していますんで、また楽しみにしててください。じゃあ、またよろしくお願いします。さよなら。